このコースにやられてるわ。あ、始まった。安定して80代前半から70代が出ないのですが、何がいけないのだろう。やっぱ70代ずっと出そうと思ったらいろいろと徹底しないとダメなこととかたくさんあると思うんですよね。そうですね。皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの久しぶりです。アボアボボンちゃんです。はい、ということで、はい、今回は最終回ですね。はい、ついに今回淡路カントリークラブさんにお邪魔しまして、はい、2人で回りながら、うん、まあ皆さんにね、僕らのまあコースマネジメントとか、はい、視聴者さんからのね質問を読んで答えたりとか、うん、勝負も実は今回やってます。はい、まあ、スコア今ご覧の通りなんですけど、僕がボンちゃんにね、まあ、現役ハンデということで2打渡している状態なんですけど、はい、今現在1打差でハンデ入れてね、1打差で僕が負けてます。なんでこの最終回に、はい、まあ何かドラマがあるんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。応募方法等は概要欄ご覧ください。負けた方のポケットマネーから1万円が出ていきます。絶対嫌やな。ただでさえマイゴルフ給料低いから。俺財布にお札入ってないです。いやいや、まあ給料から引きます。勝手にいじらんといて給料。お願いします。お願いします。いやー、マジで絶好調やな。ちょっと右行った。いやいや、あそこでいいよ。俺そうなの、最短狙ってた。だって右のさ、ちょっとこんもりしてる草みたいなとこ、うん、草っていうか木、ちっちゃい木で260ぐらいやった。ほんまに球上げに行ったら終わるな。左浅いんか。いや、OB やで。開けに行ってもうた。やばいやばい。これはいったな。いったかな。ちょっとあかんやな、なるよな。このコースにやられてるわ。淡路マジック、淡路マジックかかってるわ。スティンガーでええのにな、こんな。暫定球4から3です。これでええねんけどな。これであかんな。でも止まれ。ああ、そこまで行くんじゃあ無理やな。飛ぶね。ああ、くそ。なんかやってくれ、ボンちゃん。頼むからあってくれ。頼むから変なキックしとけ。入り方は浅かったよな。そうやね。もう大前提でボギーで食らいつきいくしかないわ。で次のホールでボンちゃんが OB してトリとか打ってくれて、それを期待するしかない。最終ホールまで分かんないんでね、スコアはね。左がなあ、でもここだけなんかな。距離いったら広いんかな。まあそこら辺を知らんからね。ああ、広いな、ちょっと。まあただでもチーピンは無理やな。チーピンはあかんね。これはおもんないことしたな、マジで。ガチで悔しい、これ。よっしゃー、うっとうしいな。うわ、左打っとけやがった、マジで。そうやな、刺身の距離だと左行けてた。左行けたな。僕はちょっと厳しかった。でも低い球やったらどっちにしろ無理やわ。一応見とくわ。133ヤード。通常やと P で行くんですが、左足上がりでこう、左足の腰が切れないんで9で軽く打ちます。うん、ナイス。はい、楽にしてしまったな。3分あるからな。いいなさそうです。127そうちゃうやろな。信じろ、俺を信じろ。合ってたわ。もう悔しいな。ピッチングでいこう。ピッチングで。これは届かんわ。めっちゃ先パターンでもだ。ゴー。いった？いや、手前は越えたけど。フライヤーしてくれたかな。神様おったな。俺に微笑んでるかもしれない。左打っとけよ。はあ、1万円か、辛いな。こっちは試合出て金かかんのに、100枚ぐらい持ってる中の1枚ポイって渡すだけじゃないですか。全然しょうがない。聞こえなかった？あれ？プロゴルファー貧乏なんしてるやろ。お前のはでもあれやな、伸びしろですね。あれでちょっともっと体浮かんように打てたらもっといけますね。頑張りましょう。練習頑張ろう。ああ、ボンちゃんのベタピンか。あ、2つ乗ってるな。距離良さそうやったけどな。スピン効いてるで。あ、ほんなボンちゃん手前ちゃう。あ、こっちもでも止まってる。あ、こっちか。これ手前にしてくれ、頼む。うわ、マークあるわ。よし、まだわからんぞ。俺9で軽く打ったん。傾斜やば。傾斜。セカンド地点まで落ちていきそうや。プロゴルファーのタッチを見せようか。まあ入れたらええんや。入れたら勝ちや。攻めるんやろ。パターはショートしてなんぼ。うわ、やっぱ。ステイ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 。ゴーゴー。ステイ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 。やば。めっちゃうまく打ったんやけどな。もっとゴーしろよ。いけるマーク。いけるいける。うわ。もっと来い。持ってきて。めっちゃ強い思ったけどちょうどやな。ダボ。あー、ナイス。あら、今日はうまいわ。なんやそれ。俺もな、試合が近いから。あ、そうなん。うん。ゲートボール。ふれあいグランドゴルフ。グランドゴルフ。さあ、大事やな。優勝できんからな。うまい人おんのやろ、一人。ずっと2位やから、あっきゃんめっちゃうまい。さあ、皆さん泣いてもらって、また1ホールです。絶対ここは完璧なフィニッシュしよう。絶対俺はバーディー取る。ここよ、ゴルフはこれやねん。この最終でどう実力出せるかやねん。こういう時にティーグラウンドのこのキーでね、行きたくないとこ消したりできるんでぜひやってみてください。そんなこすいことすんの？ここらぐらいやったら目線であの谷の入り口が見えないんで、ここらぐらいだとかな。ティー低いなおい。7番アイアンぐらいでとこそれは確実やわ。逆に緊張する。確実に勝てる。それでもドライバー握ってくるところは素晴らしいね。俺は今日攻めて終わんね。うん、いいよ。ナイス。ちょっとミスったけど。ナイスナイス。今日マジ一切曲がらんかったな。あら。ティーアップあれくらいがええんか。ナイス。あれやとちょっとさすがに上から入るよな。せやな、絶対ダフるもんな。うん、下から入ったら。ここはちょっと刻みますわ僕。刺身届くもん。うん。ちょっと体力切れを起こしてるわ。あ、オッケーオッケー。大丈夫。あと。最後ちょっと頑張ろうほんまに。あとツーショットや。あとツーショット頑張れ俺。バーディードルキエン。頑張れ。あと5ショット。ああ、バリ余裕あるやん。え、そんなんあるっけさ。じゃあ1打差やったんが3打差。3打差やったもんな。うわ、3打差きついな。おんちゃんが1人。あ、ダボバーディーで同点か。うん。いや、ダボはならんわ。もうならんな、俺うまいから。あのティーショットな。ああ、ちょっとダフって手前の谷入ったらな、ちょっとおもろになるけど。まあ、視聴者さんからね、ありがたく質問をいっぱい。ありがとうございます。シンプルに安定して80代前半から70代が出ないのですが、何がいけないのだろう。なんすかね。いや、分からないですけど、やっぱ70代ずっと出そうと思ったらいろいろと徹底しないとダメなこととかたくさんあると思うんですよね。そうですね、うん、攻め方とかもうやっぱミスの幅じゃないですかね、うん、もうこれを狭めていくしかないじゃないですか。なんかミスの幅も自分が理解してある程度計算してマネージメントしていくみたいな。そうですね。その、まあ、できないことをやってしまうとやっぱり70代って出なくなるじゃないですか、うん、その大叩きが入ってくるとやっぱ70代って厳しいんで、うん、大叩きせんかって80代そこそこで回る人やったら70代いけると思うんですよね。もうあとはほんまにめちゃくちゃ大きなミスを減らしていく、うん、作業っていうのはやっぱめちゃ大事なんかなって、うん、それこそまあアプローチやったらダフちゃっくりとか、うん、トップとかなくす、それだけで多分1打は絶対良くなっていくんで、うん、そのホールでね、そういうこう OB しないのもそのショットの技術でカバーできる面もあるし、それこそさっきボンちゃんが言ったみたいにミスの幅を知った上でこうマネジメントしていくみたいな。例えばこのまあ、例えば皆さんが僕と同じで300ヤードぐらい飛んで、まあ、調子が、まあ、あんまり良くないとなった時に、これをドライバーでこの狭いところを狙っていって、例えばちょっと捕まったりしたらこの左側に入っていくんで、まあ、これをマネジメントして、例えばまあ僕みたいにスプーン打って左行っても大丈夫なようにしといたら、まあ、OB は減っていくんで、まあ、これで例えば OB が1個減ったらまあ2打良くなるんで、まあ、そういう感じですよね。なんかそうやってこうミスを狭めていくっていうのが大事だなと思います。はい。169ヤード。ピン見えませんけど。7番で。この辺。ピン見えへんマジで。この OB 食いの。どこら辺？ちょい左ぐらいか。ああ。捕まえすぎた。ピンちょい左。あ。あ。やったちょっとこれは怪しいかも。クソバーディーといたかったな。むずいね最初ホール、どこに打っていったらいいんかよく分からへんかった。あ、見えるやん。140ぐらいです。キースレスレぐらい。いや、キーの上かな。あーでもほんまキースレスレかキーのちょっと中ぐらい、この方向ぐらいかな。ピッチング上いきます。あーフライヤーちょっとするな。引っかかってしまった。俺と同じラインかな。ちょっとああでも距離はいってるか。いやーでもまあまあええ感じやわ。ちょっとあそこでこそ OB 打ったものの、いやでもむずかったな。むずかった。あのホールもこのホールもイメージが、ボンちゃんが良すぎてさ、多分視聴者に言ったら難しさ分かってない。僕もケアしてるんですよ。本当はパーンってティーアップしたら僕も変なミス出ますから多分ね。でもじゃあもう毎回ティーアップせんかったらええやんって言うんやんね。言うよね。言うじゃない。そうはありたくないよね。いやいや乗ってるかな。乗ってるんじゃん。でもかじっといてくれんかな。かじってはいるよ絶対。あ、皆さんどうやら僕が負けそうです。悔しい。どっかでリベンジしよう。マジでこれのために仕上げてこい。今日ちょっとあんま仕上げてなかったかな。あ、2つあるやん。あら。あ、じゃあこの辺で最終キーワード。はい。ギーです。ギーね。これで完成したんじゃないですか。はい。あ、俺遠いわ。よーし。ナイスオンボンちゃん。無事故やなマジで今日。あのダフったところも結局パーやったもんな。ダフってもパーやでな。いつボギー打つねんだから。え、後半ガチで3アンダーぐらいなってんじゃん。え、2アンダーか。すごっ。2アンダーなったかな。宣言通り。1アンダー。え、俺 OB 打ったからあそこまで1アンダーぐらいで1オーバーやな今。よし、まあまあ勝ち負けは関係なく頑張ろう。うわ、曲がるか。あ、曲がった。くっそ。悔しいです。入れたいな。いいパットやな。いいパットやったな。いいパットや。それあかん、そのパター。え、そのパターこれめっちゃいい。使えそう。リハビリで使おうかなと思ってしばらく。持ってきてなかったらボロ負けやったボロ負けで勝負してない。俺がハンデもらわなあかんから。曲がれ。うわーナイス。俺が行きましょうか。先ウィニングパットなんでゆっくりしてください。よし、ありました。ナイスナイスプレー。ありがとうございました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 。いやー、ナイスファイト。いいゴルフできたな。めちゃくちゃいいゴルフするやん。びっくりしたわ。ハンデ上げたらあかんな、やっぱ。なんて？ハンデ上げたらあかんな。現役やめたとはいえ、やっぱ奥底にプロゴルファー魂眠ってるな。眠ってないんやけど、起こしてしまった。よし、彼を復活させてしまったか。久しぶりにAゴルフした。これすごいな。なんかめっちゃバーディー取るとか、めっちゃ大叩きしてめっちゃバーディー取ってとかより、なんかこう無事故なゴルフ。ドライバーが安定してたね。安定してたね。皆さん多分最後まで見てくれてる人は分かるんじゃないですかね。ドライバーがマジで曲がってないね。で、ティーをね5ミリぐらい出してたんですけど、5ミリか、まあ1センチはないぐらい、打った後ちょっとティー刺さってるの。バリーええやん。ダウンブローできてソールで多分ギュッとちょっと押して毎回。めっちゃいい入りしてる。自分でも拾いながら、またちょっと埋まってるわ。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございました。僕から言うとちょっと悔しいですね、はい、ああ、もうこれはでも自分の責任ですね。最後なあ、OB な OB と、まあね、あそこね。でも意外と行きましたもんね。もうちょっと手前に着弾するんかなと思ったら、俺もちょっとほぼほぼキャリーで行ったから、淡い期待をねしてたんですけど、ちょっと予想以上に、まあちょっとコース知らないところがね出ちゃいましたね。にしても、いやー、でもボンちゃんがナイスプレーすぎて、僕はナイスプレーでしたからね、マジで。僕もなんか前半ね、ちょっと序盤だいぶちょっとやばかったんで、でもたついてたんで、まあでも最終的に上がってまあ1オーバーやったかな、1オーバーやったんで、まあまあそこそこいいゴルフはできたかなって感じなんで、まあ僕はあんまりこうね、僕があかんかったっていうよりは、まあ、ボンちゃんがすごかったなっていう感じですね。僕がね、もう大い振るってましたね。大型台風みたいに言わんで。985ヘクトパス。大型やな。いや本当に、いやいや、よかったね。よかったね。フェアウェイキープ、ほんまほぼ 100% じゃん。かなあ。まあでも何回かティーアップ、ドライバーとかをね、ティーアップ上げたいなって思った時もあったんですけど、まあ今日は我慢しよう。徹底してましたね。徹底して、なんなら最後より低くいきました。最後も地面埋まってた。自分のこう欲を殺すためにより深くいきましたね。でもあれが秘訣なんですね。あれがやっぱ曲がらないですね。ああ、それなんでの？やっぱ芯に遠い下に当たるからじゃないですか。やっぱ芯に当たるとね曲がるんで、できるだけやっぱ芯は避けたいですね。まあボンちゃんが結構インサイドアウト軌道やからこそ、やっぱダウンブローちょっと入った方がええんかもしれないね。ちょっとこうギュンっていうやつがこうもうまっすぐいってたもんな。にしてもパターも良かったね。パターよ。いつぶりかなこんなん入ったんっていうぐらいしぶとかったわ、マジで。自分の中で、あとアプローチがね、ちょっと良くなってる。良くなってるというか、そのパター打ちみたいにして、まあすごい傾斜からでももうピーとかやけど打つ。ピーとかやって左足上がりでピーとか持ったらロフトがまあ50何度とかになるんで。普通のウェッジみたいに打てるんで、なるほどね。そこら辺がすごい、まああんまり怖くなくて、片手するよりマシやな。だから心配事がそれで1個減ってるからいいかもしれないね。減ってるのはすごいでかいですね。間違いないな。シビアでもティー低くしたら逆にどうなんですかね。いやでもカッと強なる時は強なるんですけど、ただまあ上がりはせんからね。頭がね、確かにやっぱ T 高かったらちょっとこう下からちょっと入りやすいからな。なんか気が低いじゃないですか、淡路島のこのゴルフ場は。なんでこう上にあるのちょっと怖いですね。球が上にずっといるっていうのは。でも打ち上げやね。まあね、打ち上げはこれがこうちょっと難かったな。まあでもめちゃめちゃコース綺麗やし、距離あるとこしっかりあって、ロングも表示短いけど、めっちゃ打ち上げでね。まあ僕615のミドル2オンしたんで、2オンして470何ヤード、73ヤード、403ヤード、サムネ泥棒ですね。すごいな、サムネ泥棒。まあいろいろありましたけど、今回はね、僕がじゃあ、まあ皆さんね、1万円Amazon ギフト券、今回で終わりやもん、これは。はい。いやいや、僕勝つまでやめないです。はい、すいません。何回して何回俺負けんねん。いやいや、前も僕負けてますんで。まあでも、あ、そうやな、ガチャまで回った時は勝ったんか。まあまあちょっとこの2人企画する時にまたしましょうね。そうですね、はい、まあ2対2もねやったりしてるんですけど、まあこの2人企画の時とかはこうやってね、まあ、皆さんにもこう、まあ、見てくれたね感謝の意を込めてちょっとね、まあ、抽選にはなりますけど、はい、まあこういう商品があった方がね、まあ、より皆さんも楽しめるかなと思うんで、皆さんね、応募方法とか概要欄に載ってるんで、ぜひ応募してください。でね、ツイッターね、僕らやってるんですけど、まあこういう企画の時にやってるんで、ぜひ皆さんね、拡散リツイートしておいてください。そうですね、よろしくお願いします。お願いしますということで、今回はじゃあこの辺で、はい、ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。マイゴルフではね、今回のようにゴルフの面白さ、プロゴルファーの魅力などなど、ゴルフに関することをたくさん、発信しておりますので、ぜひ皆さんね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。またコメントもいっぱいください。お待ちしてます。質問くださいね。